話はその変わったと言いますか、その今まで日本は米国の国だと言ってきましたけども、肝心のその宗主国、米国というのはどういう国かということが分かってなくて、独国だとか独立だとか言っても始まらないので、少しその米国そのものについて考えてみたいと思うんですけども、米国について考えるというのは結構大変なわけでありまして、私も、イギリスについてはかなり前に分かったような気になったんですけども、アメリカについてはなかなか分からなかった。アメリカには、留学したこともあるわけですけども、なかなかその留学した時もいろいろ考えたんだけれども、よく分からなかった。なぜその米国っていうのは分かりにくいかっていうと、米国っていうのはこの2つの要素から成り立ってるんですね。というか、そういうことに思い当たるのになかなか時間がかかったということになるわけですけども。アングロサクソン、イギリスと言い換えてもいいんですけど、アングロサクソン王子として欧州を譲渡する、そういうその複合的な、国から、文明と言ってもいいんですけども、そういうその文明の国なんだということになるわけです。この辺その話し出すときりがないので、そのぜひ関心を持った方はコラムに、適宜当たっていただきたいわけですけども、これ従来その日本ではイギリスないしアングロサクソンというものとその欧州というものを同一視すると。で、これ英語でもそのウエストとかウエスタンという言葉がその、欧州、それからイギリス、さらにはそのアメリカなんかを含めた言葉として、確立はしてるわけで。日本人も当然のようにその欧米っていうような言葉とか、あるいはその西欧っていう言葉を使います。で、西欧っていう言葉にこれまた当然のようにそのイギリスも含めてるんだけども、私はそのイギリスとそのヨーロッパ大陸、欧州っていうものを明確にこの区別すべきだっていうふうに、かなり前からその思っています。で、そうしないとその、長きにわたって、この地理的な意味での欧州を中心とした世界史っていうのは展開してきたわけですけども、その世界史についてその理解ができないということです。つまりその、アングロサクソンとそれからその欧州とのせめぎ合いということで、近現代史を捉えるようにしないと、わけがわからないということですね。それで、じゃあ何がその一番違うのかというと、端的に言えば、ものの考え方が違うわけで、アングロサクソンの方は、経験論的な発想なんですね。それに対して、欧州の方は、合理論的な考え方。よくそういうことを言われるんですけども、その2つがどれほど違うかっていうことになってくるわけです。で、合理論っていうのは、この過程を置いて、そこからその論理的に、演繹的に、物事を考えていくということになるわけで、したがって、その過程の置き方によってどうにでもなると言いますか。ですから、キリスト教のその教義体系っていうものを導き出されるわけだけども、それをその少しその変えれば、共産主義の教義体系にもなるわけだし、とにかく、過程っていうのは人間の頭の中で、言えば、でっち上げるものですから、どういうものを最初にそのでっち上げるかによって、いかなる結論だって導き出せるわけです。ところが、その、
アングロサクソンの発想っていうのはその経験論ですから、とにかくその頭で考えるより先に、その実際に世の中がどうなってるのか、これはその世の中っていう中にはその人間が作る社会も含まれれば、それから自然界も含まれるわけですけども、そういったものをその虚心段階に進めて、それでそこからその法則性っていうものを見出していくと。で、その見出してきた法則性はその現実のまさにそのとの関わりが経験ですけども、その経験を通じてこの不断に見直されていくというそういうその発想をするわけです。ですから常にその経験とその施策というものがフィードバックの関係にあるのがアングロサクソン的なものの考え方で、その欧州の人たちの発想というのは空理空論で自己完結しちゃってるということですね。まあ、もちろん かなり極論で言ってるんですけども、この理念系というのは極論で話をしないとダメなんで、こういう言い方をしてるんですけども、でこの2つの発想というのは水と油だと言ってもいいぐらいかけ離れているわけで、それがそのこのドーバー海峡はイングリッシュチャンネルですけども、というその非常にその狭い海峡を隔てて、この180度違う2つの文明が併存してせめぎ合ってきたというのは極めてその面白い現象だと思うんですね。でこれまた単純に言っちゃえば、20世紀のその、第一次世界大戦とか第二次世界大戦の悲劇、あるいはその、ロシアで起こったその共産主義の革命にしても、このすべて今言ったような二つの文明、二つのものの考え方の衝突、せめぎ合い、の結果として生まれたというふうに私は見ているわけです。それでこの今度は、この資料の方が先に行き過ぎちゃってるけども、ですからその、アメリカっていうのはこのどこが分かりにくかったというと、今申し上げましたようなその水と油の2つの要素の複合的なその文明であり国であるという、これまた極めてそのユニークな国がであるわけですね。だからその一筋縄では分からなかったのは当然といえば当然なんだけども、しかしその一方そういうふうにその見切ってみれば、結構単純な国ではないか、単純な文明ではないかという見方もできるわけです。で、これまた一種の極論ではあるんですけども、その合理論的発想からは独なものは出てこないというのは私のスタンスでありまして、その米国は、ね、まあ、非常にその魅力的な国でもあるわけで、その自由民主的な国でっていうものは世界中の人々を引きつける魅力を持っているわけですけど、それはそのアングロサクソンの要素、まあ、それはそのメインですけども、そのアメリカを見る場合にそのサブの方の欧州文明の要素っていうものが非常に重要でおって、こちらの方が非常にその悪さをしてきたというのが、非常に単純化すればそういう見方を私は取っているわけです。で、それがその前説でもちょっと申し上げました人種主義的帝国主義というのが、その米国が欧州から受け継いだその負の側面であるわけです。で、まあ、そういうその日本は米国のという国の、まあ、属国になって現在に至っているわけですけども、属国っていうのをこと自身妄想ではないかと言われかねないので、ちょっとそのご説明しておきますと、私はその属国という言葉と報国という言葉と
ほとんどその同じ意味の言葉として使っています。で、ノックというよりもノックという方が、言葉として短いしインパクトがあるので、最近はモッパラドックという方を使ってるんですけども、このそのホークなりドックなりというものを、まあ、特にホークの方の、定義をですね、英文のウィキペディアで調べると、まあ、ご自分でその見てほしいわけだけども、まさに文字通りその日本と米国との関係に当てはまるわけです。ですからその紛れもないその日本は本国、米国の本国であることは間違いないわけで、まあ、それをその属国と言い換えても、別にその奇妙なことを言ってるわけではないというのは、ご理解いただけると思うんです。で、属国であることが端的にどこに現れているか、いや、その自衛隊がその見せかけだけの存在で あるということはご説明しましたけれども、もっと別の角度から見ますと、まあ、例えばその思いやり経費というのが挙げられますよね。で、まあ、いい言葉で言えばコストシェアリングなんだけども、そこに載ってますそのグラフをご覧になるとも直感的に分かるように、日本のその思いやりの負担度合いというのは異常なわけです。で、その NATO 諸国と比べていただくと一目瞭然なんだけれども、まあ、その間接支援っていうのは、まあ、説明を省きますけども、それをちょっと横に置いとくとしても、直接支援、要するにそのキャッシュベースでどれぐらい出しているかっていうことだけに限定してしても、駐留経費 その半分以上負担しているわけですね、米軍で、NATO に至ってはほとんど負担していないいうことになるわけです。これはその定義感にもよるんだけども、その結局その NATO 諸国ってのは共益費的なものは出してるけれども、その米国の駐留経費を負担するという発想はそもそもなさそうだということが分かりますよね。で、これが独立国と属国との違いの端的な表れでありまして、このとはいえ、日本は主権を戦後、その占領が解除されて回復した時点で、一旦は、米軍の駐留経費は大幅に削ったんですよね。ところが、いや、その、要するに、NATO並みのところまで一旦は削られたんだけども、その後、復活して現在に至ってるわけです。で、復活した経費っていうのが、よく知られているように、金丸信さんっていう、政治家がいまして、彼が当時の防衛庁長官だったときに、この復活を始めて、それがいきなり増し気に増えて、現在だった。で、その後、日本がその財政危機に陥って、日中もそっちに行かなくなって、まあ、米国に泣きついて、少しずつ減らしてもらってはいますけども、まあまあ、それでも、なんていうんですかね、依然として、この、怠慢、負担を続けてて、昨今、この海兵隊のガム移転の話が大変話題になっていますけれども、その海兵隊にその在沖海兵隊がそのガムに移転するっていうんで、その経費まで、移転経費、ガムに作る施設の経費まで日本政府が負担しようとしています。これはその土台、そのむちゃくちゃな話でして、例えばその思いやり経費ってのは施設経費だけじゃありませんけれども、施設経費について言えばですよ、少なくとも日本国内に作ったら、そういうものを作ったら米軍がいなくなっても使える部分はあるわけだし、全くその無駄、投資ってことにはならない面があるんだけども、ガムにそのいくらその軍事施設を作ったところで、日本のものになる可能性は皆無なわけですから、
その陰においてはその金をドブに捨ててるようなもんですね。でまたそのお見やりの中には中軍基地で働く日本人従業員の給与も含まれてまして、これもまたベラボーな無責任な話なんだけども、しかしそういうのも日本人の雇用に寄与していると、確保に寄与しているという見方はできるわけで、しかしそれだって、まあ、そんなことはさすがにそのガムのにはではやらないんだけども、国内でお金を使うこととその海外でお金を使うこととは軍事においては全くその違いがあるということです。でただまあそういうそのこの金まで支払う羽目になってしまったところに日本の属国状況の深刻さが端的に表れているというのが私の考えです。でその前説でも触れたその吉田の怒りなんですけども、もう全てはその吉田の怒りから始まったわけですよね。だまあその脱線だけども、その政治家っていうのは いかにやっぱりその自らを律することが必要かということを改めて、感じられます。この司法の責任っていうものは非常に大きい。まあ、だからその最近 その自民党時代も含めてその日本の歴代 の 総理はそのひどいなと。じゃ吉田もひどかったけれども、そのもうその比較してさらにもうひどいと、もう評価できないぐらいひどかってるわけです。で、まあ、今更その吉田が犯した過ちほどの大きな過ちをその日本は属国ですから犯せないわけだから、それは幸か不幸かその安心できるわけだけども、だそのよ吉田はその生地その、現在 その歴代の日本の首相に比べればまともな執権も持った人で あったわけだけども、そういう人たちが、そういう人が一時の怒りにからかられて、過ちを犯した結果の、戦後日本がいかにおかしくなってしまったかということになってしまうわけです。で、これも、歴史を振り返って非常にその興味深い点ですよね。まあ、第三者的なことを言ってちゃいけないわけだけど。で、その、吉田が何で起こったかっていうのは、この、まあ、すでにちょっと触れたように、起こらない方がおかしいわけです。でも、その、その、怒って、その怒りに駆られて何かやっちゃうっていうのは、この、詩人、私の人であればいいんですけれども、吉田は個人中の個人、首相だったわけですから、まあ、いくらその占領下の首相といってもね、首相だったわけですから、その、そういうふうな、その、私的な怒りでもって、その政策、しかも日本の根本に関わるような政策を歪めてしまったということは許されない過ちであったわけです。で、吉田がその非常にその現在の歴代首相に比べるとまともであった執権もその あったと私が言うのは、吉田自身が晩年自分が犯した過ちを深く反省して、それをきちんとその自分の著書にも書き表していることですよね。でもそういうふうに反省の弁を記したときには、時すでに遅しでありまして、吉田が登用したその若手 その政治家たちを中心に寄ってたかって、吉田の一時的な、吉田怒ったって言っても、その一時的なその方便として、この、再軍備拒否をしただけだったんだけども、それをこの金閣寺のようにして、とにかく国税にまで高めちゃったその馬鹿者どもが、吉田に続く政治家たちだったというわけです。で、岸信介あたりはまともだったんだけど、もうその時には、時計の針を、元に巻き戻すことがもうできなくなってしまった。世論がもうその吉田徳利で固まってしまってたわけですよね。でその固まったままの状況で、非常にその残念なことに現在に至っているということになるわけです。
です。で、で私はすでにその前説の時から日本の独立と区別っていうふうに言ってきたけれども、いや別にその独立するだけがオプションではないわけです。でこれ別にそのなんていうかその当て馬的に言ってんじゃなくて、本心にそのそういうオプションも、その考えてほしいと思ってるんですよね。でそういう 声が出ないのはおかしいわけです。でつまり今の現状っていうのは一番問題が大きいんですよ、ね。その属国状況が続くっていうことはその日本にとって一番最も大事な事柄について自分で決めないという決められないというそういうことですから、その根本的なところからそのガバナンスが欠如しているという体制であるわけで、そんなところでそのまともなその国家運営ができるわけはない。もう何度も繰り返しになりますけれども、その政官業三つどもえのその腐敗と大敗がその満ち満ちて、いくと、で それがもうその政権交代で少し揺さばられたとしても独立まで行き着かないと結局元のお上になってしまいかねないと、いや元のお上になってしまうに違いないというふうに私は考えているわけです。でもう一つ そのオプションというのは、これまたその論理的に当然なんだけども、そのアメリカと合法することです。で、合法すればワシントンに米国議会に日本 の代表 を送ることができるわけですから、日本 その声というものを米国の国家的意思決定に参画さに反映させることができる。で、でその 米国の政府が日本のこともきちっとその判断してくれるということになるわけで、その限りにおいてそのガバナンスは回復するわけです。ですから独立するか脱法するかなんですよ、その論理的には。その2つしかなくて、その選択というものを日本人は突きつけられているということになるわけです。でそういうその認識は日本人の中に全くないけども、しかしその客観的第三者から見ればそういうことなんですよね。でそういうそのしかしその そういうことを考える前提となる、その日本が米国の属国であるっていう認識意識そのものが国民の間で欠如している状況において、そのどうしたらいいかということになるわけで、それがさっきから、ね、これも何度も言ってることですけども、この政権交代っていうものは一つのきっかけになれるし、またしなければいけないと、千載一遇のチャンスだっていうことですよ。で どうしたってその今までこういうふうにやってきたんだから、これ そのままやっていくということが政権交代によって一旦断ち切られるわけですから、すべて、この自分たちはその どう考え どうあるべきなのか、何をやるべきなのかということを考えざるを得なくなるわけですよ。これはその政も官も業もね。で、そういうその千載一遇のチャンスに今我々は、遭遇しているということになるわけです。それではパワーポイント資料もこれで終わっているんですから、これでそのとりあえず今日の話は終えることにして、このもっとその知りたいという方はぜひその元々の講義案を読んでいただきたいし、さらにその私の個々の関連コラムに目を通していただきたいと思います。